どうも、陣内智則です。今回のネタはですね、おーちゃん2でございます。まあ、おーちゃんっていうネタをね、一度ネタ人の方でやってるんで、まあ、できれば、そのおーちゃんを見てから、このおーちゃん2を見てもらえたら、まあ、より楽しめるんじゃないかと思いますけども、まあ、これもちろん、オウムのおーちゃんがすごく頭が良くて、で、僕が引っ越しして、ペット禁止の部屋におーちゃんを連れて行った。そっから始まるっていうネタなんで、ただこれまた皆さん見るとき気をつけてください。まだネックレスしてますんで。なんでしてんねん、あいつ腹立つわ。一番調子に乗ってる時よね、俺が。この後、あんなことがあるのも知らずに。ネックレスしてネタする？腹立つわ。誰か止めなあかんで。みんな。俺も見てて誰か似てんな思ったら、勝見さやるの勝見さん似てるなと。ただまあ、そこだけは許してください。あとはネタの方は、ちょっと進化したおーちゃん2になってますんで、おーちゃん2ご覧ください。どうぞ。明日の近畿地方は前線の影響で雲が広がり、朝のうちまで南部を中心に雨の降るところがあるでしょう。ただいまー。その後天気は回復し、うわ最悪や。昼過ぎからはテレビつけっぱなしや。ところが多くなる。もったいな。北部でももったいな。テレビつけっぱなしや。電気代もったいなこれ。ああ気づかんかったな。こいつの餌代もバカならんしな。これ普段いらんことは覚えてピラピラ喋るくせにな。教えてくれたんやろな、おーちゃん。なあ、テレビつけっぱなしやでとか。なんで教えへんねん、お前は。役立たへんわ。買わんでよかった、お前なんか。なあ、ほんま役立たへんな。なんで教えへんの、テレビつけっぱなしやでとか。どうせ今日テレビばっか見とってんの、一日中。ぼーっとテレビばっか見やがって、ほんまに役立たずか。なんとか言うてみ。いじめ、かっこ悪いよ。AC、公共、広告機構で。テレビ見すぎや、お前。どんだけ覚えんねん、そんな渋い CM、お前。どんだけ見とんねん。ええねん、AC の CM 覚えんでも。おーちゃん。あ、そう、今日もな。ちゃんとした言葉教えなあかんな。おーちゃん行くよ、覚えや。ごめんなさい。ごめんなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。お帰りなさい。お帰りなさい。お上がりなさい。お上がりなさい。ごめんください。もうめんどくさい。どういうことやねん。めんどくさくなんな、お前。教えてんねん、一生懸命。おーちゃん覚えや、行くよ。おやすみなさい。お前口臭い。しばくぞお前。誰が口臭いねん。ボケ腹立つわこいつは。ええかおーちゃん、大体なここのマンションペット禁止やねん。それ分かった上で俺お前買ってんねんぞ。だって見つかったらな罰金払った上にこのマンション出て行かされんねんぞ。お前分かってんの。大体なここの大家な、大家のおばはんうるさいねん。大家のおばはんうるさいねん。そんな覚えんでええねんお前は。あかん、お前喋らんとこ。なんかペット買ってんのバレたらえらいことやからな。もう黙っとけ。もうテレビ見よう。ピッと。自慢のペット大募集。お、変わった特技を持った自慢のペットを募集しています。あれ、採用された方には賞金100万円。ビデオに撮ってどしどしご応募ください。え、自慢のペット大募集、賞金100万円。あ、なんで気づかんかったんやろ。こいつうるさいばっかりの腹立つオウムや思っとったけど結構喋れるからな。テレビでもなんか昔話を話すオウムとか見たことあるもんな。こいつ100万円取ってくるかもしれへんな。あ、教えたろ。せや、おーちゃん、あった。おーちゃん、桃太郎、覚えや。いくよ。昔々あるところに。昔々あるところに。おじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんとおばあさんが住んでいました。偉いな、お前。おじいさんは山へ芝刈りに。おばあさんは川へ洗濯に。すると川上から。大きな桃が。どんぶらこう、どんぶらこうと流れて、なんで一緒やねん。いつ覚えたんや、お前。すごいな、お前。まあ、ええわ、これ完璧やな。こんだけ喋れたら、おーちゃんも完璧やわ。いくよ、取るよ、回すよ。よし、録画と。僕の自慢のペットを紹介します。オウムのおーちゃんです。おーちゃんは、昔話の桃太郎を、すらすらと喋ることができます。あちゃ、いけ。どんだけ緊張すんねん、お前。カミカミやないか。なんや、おじいさんとおばあさんが流れてきました。水死体や、そんなもん。何の物語やん、それ。陣内さん、陣内さん、大家ですけど。あ、大家さんや。ペット飼ってるのバレてるかもしれん。なんかね、話し声がするんですけど。イルス使おう。
なんか最近苦情が出てるんですけども、陣内さん、いたはりますやろ、陣内さん。大家のおばはん、うるさいね。もう黙っとけ、お前黙っとけ。してますよ。ああ、大家さん、今すぐ出ます、すいません。お前、バレたどうすんの、お前、ちょっと黙っとけよ、もう。隠して、はいはい、大家さん、何ですか。はい、すいません、はい、ちょっと取り込んでました。はい、どうしました。あ、陣内さん、はい、あのね、はい、最近うるさいって苦情が出てるんですけども。ほんまですか。まさかペット飼ってませんよね。いやいやいや、飼ってないです。え、もしペット飼ってはったら出て行ってもらいますからね。昔昔、え、なんか言ってはります。僕が言いました。え、僕が言いました。昔昔に飼ってました。おじいさんとおばあさん、おじいさんとおばあさんを飼ってました。飼ってましたよ、おかしな。飼ってましたよ、おかしな。住んでました。ほんまですか。はい、いやー、まあ、なんかね、はい、夜中まで話し声がうるさいって苦情が入ってるんですよ。友達ちゃいますかね。どんぶらこ、どんぶらこ、どんぶらこですわ、それ。え、中国人の友達にね、どんぶらこって言うんですよ。あ、どんぶらこや、どんぶらこや、どんぶらこがうるさいねや、言うときますわ、どんぶらこに。すみません、ペット飼ってませんから。そうですか、はい、わかりました、はい、そしたら、まあ、戸締まりに気をつけて、はい、まあ、おやすみなさい。お前口臭い、お前口臭い、おやすみなさい、お前口臭い、おやすみなさい、お前口臭い、おいがいせよ、お前必死や、ごまかすの。お前口臭いとか言うな、バレたらどうすんねん。まあ、なんとか大家さん言ったからよかったもんの。まあ、でも桃太郎じゃあかんな、おーちゃん、ちょっとベタやな。もっとこう、上の物語、あ、シンデレラ行こうか。こんなん話す大もおらへんからな。おーちゃん覚えや、シンデレラ行くよ。昔あるところに、お姉さんたちに毎日いじめられているシンデレラという娘がいました。ある日、舞踏会が開かれることになったのですが、シンデレラは意地悪な姉さんたちにこう言われました。舞踏会？お前に舞踏会に行く資格なんてないんだよ。この醜いシンデレラ、こんなものを捨ててしまえ！と、シンデレラの服を捨ててしまったのです。いじめ、かっこ悪いよ。うん、黙っといて。うん、そうやな、黙っといて、うん。泣いてるシンデレラのもとに、魔法使いが現れ、ドレスと馬車を用意してくれたのです。そしてこう言いました。12時までには戻るのですよ。こうして、シンデレラは舞踏会に、で、陣内さん。あ、はい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 、出ます、何ですか、出ます。はい、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 何ですか、おやさん。はい、何ですか、何ですか。まあ、先ほどは、はい、どうもペットを飼ってるやなんてうだほうて、えらいすいませんでしたね。いやいや、どうもどうもです。まあ、お詫びの印って言ったなんですけども、はい、もしよかったらこの舞踏を食べてください。あ、どうも。舞踏会？え？舞踏会？え、なんで？舞踏会？よりによって舞踏会。今舞踏会まで買ってきたんですよ。お前に舞踏会に行く資格なんてないんだよ。お前に舞踏会に行く資格なんてないんだよ。お前に舞踏会に行く資格なんてないんだよ。この醜いシンデレラ、この醜いシンデレラ、こんなもの捨ててしまえ、こんなもの捨ててしまえ、帰れ帰れ帰れ、12時までには戻るんですよ。12時までには戻るのですよ。何のことやねん。ノイローゼや、俺完全に。お前ペット禁止関係なく出ていかなあかんわ、俺。どうすんねん、ブドウバーン犯して。なんじゃこれ、ごまかそうもたもどうしようもないわ、これ。ああ、どう、うわ、ちょっと待って、大家さんつっかき忘れてあるやんか。どうすんのこれ、どう、あなたを探していました、あなたを探していました、私のシンデレラ、私のシンデレラ、どこがめでたいねん。